ドキャス。あ、皆様こんばんは。鹿児島県議会議員の宇都恵子と申します。今日は11月じゃなかった。呼ぶよもちろん、ちょっと待ってくれい。なんだっけ、縦割り行政。はい、改めまして皆様こんばんは。鹿児島県議会議員の宇都恵子でございます。今日は、9月の10日火曜日、時刻は11時52分でございます。あっという間に11時52分だって。もうあと8分で今日が終わっちゃうね。ですね、本日は、あ、なっちゃんこんばんは。今日もありがとうございます。なんと私は多分まだあれなんだと思う。今菅野玉内さんと赤田千佳子さんの 裏キャスをしてるんじゃない。ドキドキ、ごめんなさい。あ、そっか、配信徳田さんがしてくださってたんですよね。こちらこそ見てくださってたんだ、ありがとうございます。圭介さん、今日は紫丸太陽店前のミニ凱旋にお付き合いいただきまして誠にありがとうございました。寝てたって言いながら登場してくれたよ。あ、なっちゃん凱旋見てくださったのありがとうございます。 S さん、今日もこんばんは、ありがとうございます。ということで、なんだっけ、今日はですね、川内宏の仲間たちによるミニ凱旋、あと鹿児島市紫丸3丁目太陽紫丸店近くでですね、凱旋をさせていただきました。うん、わかる、大丈夫よ凱旋。S さん、なっちゃん、 S さん、凱旋のアクセスありましたっけ。いや、配信は どの配信でしたの、ケータンタンさん。あ、ケータンタン、今日はケンレンさんのアカウントでしたよとのこと。お疲れ様でした、ケータンタンさん、ありがとうございました。何だったっけな、ケータンタンさんになんかさっき業務連絡があったんだけど、あ、そう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 、今日あのさあ、そう、ここで業務連絡することでもないわ、失礼いたしました。ですね、それで今日は紫丸、太陽紫丸店前で、凱旋をさせていただきました。参加した、弁士は、弁士っていうのかな、参加した弁士は、柳聖子鹿児島県議会議員と、松尾春代前鹿児島市議会議員と、私宇都恵子でございました。あ、まさやさんだ、こんばんは、ありがとうございます。なんかちょっと三脚が、三脚をですね、私はここはですね洗面台でいつも喋ってるんですけど、三脚を洗面台の中に突っ込んで、よいしょ、喋ってるんですね。そうすると洗面台ってやや斜めじゃないですか。でバランスが取れなくて今ツルツルツルっと滑ってるんですけど、三脚がね、いつもはこう、いつも絶妙なバランスでですね、三脚を立てているところなんでございます。今日は、はい、今日はちょっと倒れていく感じでございます。なんでや、こういうところがアナログなんだ。これいいか。はい。そう、ですね、今日鹿児島市議、今日は下にパソコンあるよ。S さんどうしましたか。今日は、昨日はケータンタンさんのことを呼び捨てにしてたウトさん、徳だって言ってたっけ。若子って言ってたっけ。あ、なっちゃんおやすみなさい、ありがとう。明日早いので無理せずです、ありがとうございました。明日頑張ってください。ケイスケさんが、挨拶の二言目がだいたいさっきまで寝てた、おは二日酔いですになってる。ケイスケさん、学生だからね、しょうがないよ。うん、休学してる学生も含むか。うん、いいと思う。うん。20歳なんてそんなもんですよ。ひどい、私。偏見かしら。いいんです。寝てたか、二日酔いか。そんな20歳で、あれですよ、凱旋のお手伝いに来てくださる人の方が既得だと思いますよ。斜めってるけど、これは大丈夫かな。マサヤさんも来てくださってありがとう。赤子って呼び捨てにしてたのさ。
そう、時々わがほーって言ってますね。いや、うん、対面では言った、面と向かってはあんまり言いませんけども、今日はちょっと徳田さんとですね、打ち合わせをしたりしてました。 S さん、メンタル回復する方法ってありますか？そうか、そうだね、うんとね、もう寝るしかない。あ、本当に言う、なんだっけ、寝るでしょ、それから子供と触れ合う、動物と触れ合うのもいいですね。動物と子供と寝るかな。あとは音楽を弾く、聞くじゃなくて弾く。あ、徳田さんは絵を描くとか、あと、あ、オレアナさん、お疲れ様でした。そうそう、何が話したかったかっていうと、鹿児島市議会、今日代表質問が終わったとのことでした。お疲れ様でした。代表質問の最中にですね、この間の日曜日は天文館にうかりさんとレオナさん、永谷さん来てくださったし、その前の土曜日はレオナさんだけだったっけ、来てくださったしってことで、本当ありがたいことでした。すみませんね、もう私の独断で、ミニ凱旋をですね、無理くり、なんか今日、あ、そういう皆さんご認識だったのって思ったんだけど、そうそう、なんか私ちょっと先走って凱旋活動を してるっていう認識に皆さんにそう認識されてるんじゃないか説があって、あ、私何、一人でめっちゃ何、先走って皆さんにご迷惑かけてたやつなのと思って、ちょっと今日はですね、大変申し訳ない思いだったんですけれども、でも、選挙まであと 2ヶ月ですからね。みんな悠長なこと言ってらんないよなって思って、ウトさん、ぐいぐいやればいいです。ですね、皆さん、もううすうすお気づきかと思うんですけれども、私と徳田さん の上下関係と権力関係はですね、徳田和歌子 が上なんですよ。徳田和歌子の下に私がおりますので、本当、愛女性会の方、傍聴に来てくださいました、よかったね。いや、そんなことないで徳田さんけど、絶対そんなことあるから。金太郎さん、こんばんは、ありがとうございます。さよこさんと関わる人全員禁酒なので飲みません。どういうこと？泣き活も立ち直るのにいい。そうだね、泣き活もいいですね。そうだね、体を動かす、いいね。お疲れ様です。二日酔いでないなの、 OK、 いや、いいんじゃないの、20歳だよ、二日酔いでしょ、そんなの。20歳なんて4日酔いぐらいしてましたよ。あ、でも私お酒強いか、そんなにお酒残らないタイプなんですけど、20時間ぐらい飲むとやっぱさすがに3日酔いぐらいになりますよね。20時間は言い過ぎか、16時間ぐらいかな。マサヤさん、凱旋してます、その合間にまたお会いしたいです。わー、嬉しい、ありがとうございます。ですね、あ、カクカクしてるけど大丈夫かな。今、川内浩の仲間たち凱旋ということでですね、ゲリラ的に、なぜゲリラ的かというと、直前に決めるから告知が直前にしかできないからなんですけど、鹿児島市議の4人と松尾春代さんと、私たち県議会の柳聖子さんと宇都恵子を中心にですね、全員じゃないんですけど、集まれる人だけで、目標週に4回凱旋って私がノルマを決めてですね。ごめんなさい。体育会系嫌いなのに、体育会系ノリが嫌いなのに、ノルマを決めてしまうのは、私が証券会社の出身だからでしょうか。やっております。俺とケータンタンさん、どこまでもついていきます。あざあす、あざあすと言いつつですね、ありがたいことではございますけれども、やっぱりね、裸の王様になってはいけませんので、あれですね、政治家になって、こう、誰からも意見を言ってもらえなくなってしまった、それは終わりだと思うんでですね、ガンガンダメ出しをしていただきたいというふうに思っておりますので、はい、よろしくお願いいたします。ありがとうね、ケイスケさん、本当にね、嬉しかったです。
S さん、 LINE で言ってた公表できなかった理由として、静岡の件、昨年の今頃性的誹謗中傷があったので事前に公表することができないので許してください。静岡の件はネットで、静岡県議無免許で調べてみてください。え、これは今調べた方がいいやつ？静岡無免許県議、あ、この方ね、はい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 、わかるわかる、覚えてるけど、ごめんなさい、これがその誹謗中傷と公表できなかった理由とでどうつながるのかがちょっとわからない。立憲民主党県議の皆さんはお酒が好きで、川内さんだけがお酒が苦手。へえ、 S さん、なんでそんなことご存知なんですか？そうなんですよ、あの立憲民主党の鹿児島のですね、女性議員はお酒強い人多いんですよ。リオナさんは飲めないんじゃなかったかな、確かね。柳聖子さんはあの実際一緒に飲んだことってほとんどないですけど、お強いと聞いてます。あのちなみに松春湯はめちゃ強いです。向井香織も強いです。うかりさんとかどうなのかな、知らないや。徳田さん知ってる？リオナさん、県庁前のスタンディング行きたいですのこと、はは、そうですね、ははと。これは何、全然許可制じゃないから、ぜひ行ってあげてください。よろしくお願いします。告知やしましょうか。告知、ですね、今週の土曜日は立憲アカデミーが鹿児島でございます。それから9月22日に女性お話し会を魚見町でいたします。にぎるりかさん、お酒強いんだ。徳田さん、業務連絡、9月22日はもちろんお呼びします。でもごめんなさい、まだね、あの秘書さんに LINE できてないの。なんでかっていうと、今日息子がですね、うちの母がいなかったんですけど、いつもうち母がいない時はですね、まあ自分でもちろん息子を迎えに行って、ちょっと時々ファミサポさんにお願いしてってするんですけど、今日はなんとちょっとうちのですね、兄がちょっと手伝ってくれて大変助かった次第だったんですけど、あ、私がやるからいい、川内さん秘書への連絡私がするからいい、やめてありがとう。9時ですね、はい、飲まないんです。9時なの？12日、ですね、県議会の開会日に合わせて、県警の不祥事についての、女性軽視だとか性暴力の軽視についての、意識改革、制度改革を、あと隠蔽体質を問う会の皆さんでですね、有志でスタンディング活動をするのかな、というふうにお知らせ私もいただいてます。リツイートしないとね。ケイスケさん、信号を渡るとき手を挙げる宇都恵子さんを直で見れたり、どういうことするの？怒りマークはどういうことなんだ？はい、私はあのそういう活動をしているとき、凱旋をしているときは信号を渡ったとき必ず手を挙げるんですね。ケタンタンさん、ありがとう告知。9月12日朝9時、鹿児島県庁前にお集まりください。百条委員会開催を求めるスタンディングがありますとのこと。2日に1回以上のペースやん方、松島さん、そうなんですよ、週4でね今やっているので、先週のいつだっけ、先々週の日曜日に、自治体議員で会議をして、その時に提案があって、でじゃあって言ってたんですけど、なんかそれじゃもう全然時間ないからって言って、あれは私が独断で決めたみたいになってるのかな、はい、まあ、我々も市議も県議もですね、9月議会があって質問を作んなきゃいけないってことで、いっぱいいっぱいではもちろんあるんですけれども、いっぱいいっぱいですなんて言ってたらその間に衆院選終わっちゃいますよねって話になって、今ですね、みんなで力合わせて川内広志の仲間たちによるミニ凱旋をですね、やっているところでございます。
うん、ごめんね、徳田さん、ありがとうございます。そういうのはね、私が直接言わないと失礼にあたるのでですね。S さん、ツイッターやインスタで誹謗中傷の嵐で SNS をやめた経験があります。今はバスガイドさんで頑張ってる。あ、そうなんだ。ですよね。辻元さんもまだあれですっけ、リスつけられる人ってフォロワーさんに限ってるのかな。もうだって心が折れますからね、耳がね、本当に。河野太郎さんが、誹謗中傷は良くないですとかっておっしゃってたけども、まああのうん、まああのはい、あのそこは置いといても、確かにあの公人になら何言っても許されるっていうのはやっぱり違うかなというふうに思いますね。そういえば兵庫県は前会派が斉藤元彦知事に辞職を求めました。あ、そうなんですね。川内さんの秘書って詩人なので、ここで誰ってごめんなさい言えないので、圭介さんと S さんのコメントはちょっとスルーね。圭介さん、この間天文館にいた時に、美佐子さん、小川美佐子さんと松崎誠さんにお会いしました。そのこと先週の金曜日かな。ケタンタンさん、9月12日スタンディングの様子をキャスしたいとも目論んでおります。主催者に現場で確認取ってからね。ああ、それはでもすごくいい気がする。辻元さんも川内さんも、川内さんもあれなんですか、どなたからのコメントも受け入れるってわけじゃないんですか。もう川内さんに対するあのレッスンひどいもんね。最初からブロックするそうですね、あの今私が名前をお出ししてしまいました某大臣ですね。何だったっけ。ああ、早速ツイッターへの形状にアップだ。ありがとうございます、徳田さん。そう、私は今日は女性お話し会を決めなきゃと思ったのは、なんでかっていうとですね、忘れてた。9月の22日の日曜日の15時というふうに決めたんですけれども、ちょっとですね、女性お話し会に非常に興味があると言ってくださったですね、25歳の女性と知り合い、お知り合いになりまして、あ、ぜひよかったら来てくださいって言って、で、それで決めたんです。辰巳さん、こんばんは。ありがとうございます。お、やっと前の保険証の個人質問してくださるの、レオナさん。よろしくお願いします。本当に。わ、森本さん、今日も来てくださってありがとうございます。前の保険証の個人質問については、ぜひですね、告知をしっかりしてほしいというのと、昨日もツイキャスで言ってたんですけれども、その児童手当の、申請をしてくださいというお手紙が来て、で申請が必要な方はこうでこうでってフローチャートがあって、あみだくじ的に言っちゃったけど、でそこに申請に必要なものっていうのにマイナーカードの写しって書いてあって、それ以外のこと一切書かれてなくって、マイナカードを持ってない人は あたかも申請ができないような体になっているんですよ。まあ、勘違いと言われたらそれまでかもしれないですけど、勘違いさせるような運用している行政なんてありえないと思いますし、言ってマイナンバーカードの保有率ってまだ8割いかないわけですよ。鹿児島はすごく保有率高いんですけども、それでも2割の方、2割強の方はマイナカード持ってらっしゃらないのに、マイナンバーカードの写しとしか書いてない申請の方法に、提出申請に必要な書類のところにね、それは本当にあってはならないことだと思います。ホームページにもAI チャットボットにもそれが出てこないということで、これはもう本当に不合理な取り扱い、差別的な取り扱いだと思うので、ああ言ってたらまた腹立ってきた。子ども福祉課にそのことを確認するのに全然取り合わないので直に行きまして、どういうこと、どこに行ってくれたの、ありがとうね。
S さん、岩手で自民したあの方から私ブロックされました。ただ憲法改正は反対するというするべきと言っただけなのに、それと岡山の参議院議員と、全然わかんないけど、そうなんだ。25歳の知り合い、俺も知り合いかも。あの方がウトさんの活動についに興味持ったのです。どの方だろう？その方違うかもしらん。ごめん、女性だよ。あ、そりゃそうか、女性お話し会って言ってるし。今日の午前中に、もう今日になっちゃってるよ。健太郎さんのおかげでもう日付が変わったって知った。ハリスとトランプのテレビ討論会が、あるんですね。なるほど。コインありがとうございます、森本さん。S さん、私自身議員手帳を持っており、全国の国会議員の秘書を知ってます。待って、議員手帳っていうのがあるの。そっか。でもさ、公設秘書は公設だから公人に準ずるの、もしかして。よくわかんないけど。鹿児島の与野党の秘書は知ってるつもりです。そうなんだ。S さん、ありがとう。素晴らしいですね。素晴らしいですね。素晴らしいですね。なんというか、議員手帳なるものがこの世に存在していることがまずびっくりだ。腹立つでしょ。それとですね、腹立つといえばね腹立つで思い出すのやだけ。ですね、何話してたっけ。今日上山さんと喋ってて、それはありえないで思い出した。ですね、今日のタイトルがなぜこんなタイトルかというと、皆さん、レオナさんが、自己 PR を始めました。皆さん、19日13時、個人質疑、傍聴お願いします、とのこと。待ってね、19日19日19日は木曜日でございます。代表質問だよ。でも1時、ダメ、いけない、私。ごめんなさい。皆さん、よかったら、19日の13時、永谷さよ子の個人質問の傍聴をお願いします。その日は、県議会議員も代表質問してます。永谷さん、一般質問。そんな中で私のツイキャスを見てていいんですか？ありがとうございます。めっちゃありがたいけどね。よし、OK。後日 LINE で鹿児島関係の秘書の名簿を送りましょうか。ありがとうございます。すぐ使わなさそうだけど、いつか使いそうだから、ぜひよろしくお願いします。レオナさんが泣いてる。どうしたの？鹿児島市議会ってライブ中継あるんですか？あります。ぜひぜひ見てください。S さん。シロさんだ。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそ、レオナさん。はい。ということで、皆様よろしくお願いします。そして、今日の縦割り行政という、このタイトルはですね、私ね、今日はスケジュールに余裕がある予定だったんですよ。それで、もうすっごい恥ずかしいんですけど、言いますね、6月議会の県政報告をまだ作れてないんですよ。徳田さんがいつも私のことを笑うんですけど、何でもかんでも引き受けすぎなんですよ、お父さんはって言われるんですけど、そういう性格じゃなかったら議員なんてそもそもしてないんだよ。ということで、人のことばっかりやってて自分のことは全然できないんです、私いつも。それでもういい加減にしたいと思って、6月議会を一般質問もさせていただいたのに、その報告すらまだできてない。お恥ずかしい、申し訳ありません。ということで、それを今日せっせこ作る予定だったんですけど、つら、せっせこ作る予定だったんですけれども、9月の県議会はね、12日に開催ですから、あさってなんですよ。そう、市議会ライブあります。まっちゃんさん、こんばんは。ありがとうございます。今日はあの人来ないですね。いや、来てますよ、きっと。なんか、ハリーポッターの例のあの人、名前を言ってはいけない例のあの人みたいになってるよ。私がじゃあ呼びましょう。宮地拓磨応援団さん。永谷さんが以前怖いって言ってたからコメントしにくいのかな、だってSさん。そういえば、この間もそんなことをおっしゃってたんですよ、たくま本田さんが。
長谷さんと松尾さんのことが怖いイメージがあるっておっしゃってたかな、確かね。そう、今9月10日でございます。すみません、私のせいか。いやいや、そんなことないと思いますよ。お呼びしたらコメントくださるから、普段はこっそり偵察だから、こっそりしないと偵察にならないのに、私が呼んだらちゃんとコメントくださるお人よしなんですよ、たくま応援団さんは。またたくまの応援団さんの話しちゃってるよ、私どんだけ好きだ。それででね、縦割り行政の話をさせてくれ。私がしてないだけなんですけど、それで、県政報告を作る予定だったんですけれども、緊急の電話が参りましてですね、その緊急のご相談に、をどうにかするためにあちこちに電話をかけまくっていたら、紫原凱旋にまでちょっと遅刻するという失態を犯してしまいました。長谷さんは怖いよ。寝ます。おやすみなさい。ありがとうございました、レオナさん。おやすみなさい。明日も頑張りましょうね。ですね、それでどういうご相談かというと、もちろん詳細はお話はできないんですけれども、ですね、どこまでお話ししようかな。お子さんのことで悩んでいらっしゃって、お子さんのことでお困りで、ご自身のことご病気のことでもお困りで、で、ご自身のお仕事のことでもお困りで、ですっごいいくつも問題があって、でもそれすごくあるある。 ほら来た。 こんばんは、たくま応援団さん。今日も召喚しちゃってすみません。 怖くてコメントできないせいで、明日17時通告締め切りなのに来てくれてたの、ありがとうございます。ほら、噂のたくま応援団さんも来てくれたよ。たくま応援団さんもレオナさんの、なんだっけ、応援してあげてください。宇都さんが来られて爆笑してます。いや、するでしょ、爆笑。マッチェさん、お茶ありがとうございます。 それで、本当にあるあるなんですよ。その一つの問題って一つじゃなくて、複合的にこう重なって、もうどうしようもなくなって、どうしようってなって相談が来るのが多いですよね、多いと思うんですけれども、縦割り行政だからですね、まずこの問題はここのか、この問題はここのか、この問題はここのか、この問題はここの係っていうふうに全部に電話していかないといけなくって、でも、基本的に福祉の窓口は基本は自治体なので、自治体に相談しないといけないんですけど、とにかくそのどういう制度で、どういう制度の問題があって、今この方のお困りごとがこういうふうになっちゃってるのかなと思って、県の担当課さんにいろいろ電話してて、県の担当課さんだけでも2、3、4、5個あるのかな？5個あるんですよ。で、同じ課でも、その制度が違うから、係が違ったりとかしてね、そうすると担当が違うからね、みたいな感じで、なったんですけど、で、その後に、県の方にちょっと来ていただいて、ちょっとご説明を受けた後に、じゃあちょっとメインの問題は、ここの課じゃないですね、ってなって、で、市役所の方に問い合わせをしていただいて、このワンストップ窓口があるんで、ここに問い合わせられたらいいと思いますよって、まずアドバイスをいただいたんですよね。爆笑してる宇都さん、最高です。いやいや、たくま応援団さんが最高だから爆笑したんですよ。ありがとうございます。松島さん、そんなこと言っちゃダメ。実は宇都さんもめっちゃ怖いのに。だって言っちゃダメ、言っちゃダメ。すごい親しみやすいキャラでしょ。 今日控え室にいらしたある議員のですね、すごいこう支援者の方がいらっしゃるんですけど、その方に「おう、うとぶりっ子元気か」って言われました。「いや、これ私のこれはぶりっ子ではございません、素でございます」って言っときました。そのうち広志応援団さんになってくださるの期待、本当ですね、お願いします。たくま応援団さん、ケイタンタンさん、ウトさんが爆笑してるところ、切り取りでショートにあげます。そう、たくま応援団さんのおかげで、ショート今ね、600回近く回ってるんですよ。ありがとうございます。 ただ乗りですね。わいわあいの昨日もそのままこと言ったけど、
でも私の爆笑シーンが500回も回らないから爆笑シーンはいいんじゃないか。それでその相談窓口は、自治体が民間に委託をしてるわけです、わるんですよ。でそうするとね、これ本当ちょっと言うのためらうんですけど、結局権限がないじゃないですか、そこにはワンストップ相談窓口には。でそうするとなんだろう、結局その制度の紹介で終わってしまって、こう横断的なことができるのかなっていう疑念が湧いてしまって、私の中に。それでその方が住んでらっしゃる自治体に直接電話を、自治体に電話をして、こうでこうでこうでって言ってたんですよ。でそこでもう市役所さんにまず電話をしてお話を聞いてたら、うちではなさそうなのでちょっとお待ちくださいねって言って、次の課に回されて、でそこの課の方が喋って、うちでもなさそうなのでちょっとお待ちくださいねって言われて、また電話を回されて、また待たされて、で行き着いた先の方にこうでこうでこうでって言ってたら、それはうちじゃなさそうですねって言われて、また書いてなってそれあ、うちでもあるんですけど、多分ここの課とこの課とこの課と、まあ、メインはもしかしたらなんとかなんとかっていう課の気がしますねっておっしゃって、でいやいや窓口が、相談窓口があるんですよみたいな話になって、あのそれを全部まとめてもらえませんかねみたいな感じにまず思うわけですけれども、何が言いたいって、ワンストップ相談窓口に行き着かないっていう話なんですよ。ワンストップ相談窓口がそもそもわからないっていう話なんですよ。これさ、これですよ、私議員だしから、みんなあの先方がいろいろ忖度していろいろ電話回してくださってる部分もあると思うんですけど、ケータンタンさん、ブスに見える C は本人が嫌がるので要検討です。そりゃやだよでも徳田さん曰く、あのこれでも選んでるんですって言われてしまって、つまりは全シーンブスなんじゃないかっていう、つら。2と衆院選が始まってもツイキャス来ていいですか、宮地拓磨大稲さん、もちろんでございます、ぜひ来てくださいっていうか、見られて困るキャスをもし私がしたら、それは私の頭、それは私の能力不足でございますから、もし宮地拓磨大稲さんが本当に偵察の意味でウトキャスに来てくださるんだとしたら、それは、私の責任でございますので、ぜひぜひお願いします。拓磨応援団さん、昔はウトさんも怖かった、今は松尾さんと永谷さんが怖いイメージを持ってます、かっこ SNS 投稿を見て判断してます、だってそうなんだ、 SNS でわかるの、怖いか怖くないかが言っとくねそれでちょっとまあいいや突っ込むのが疲れるのこれ、はあ、サムネがブスなのはね、さすがに嫌ですけど、喋ってる動画がブスなのはもうしょうがないですよ。あとはあ、そうそう、あれだ、湯浅先輩に言われたんだけど、宇都さんさ、あのカメラがすごい近くで喋っててさ、すごいブスに見えてるの自分で分かってるって言われて自分で分かってないけど、まあそうなんだなみたいな感じですね。ということで、それでワンストップ窓口があるにもかかわらず、ワンストップ相談窓口がどれなのかがまず全然わからない問題が一つと、あと本当申し訳ないんですけど、これはちょっと言いづらいんですが、そこが委託先だと権限がないので、結局相談窓口で終わっちゃって、解決窓口になってないんじゃないか問題があって、私の中でそれは今日なんかようやく、なんで私が こういうご相談をいただいた時にものすごく疲れるのかなって、この間ずっと疑問だったんですけど、なんか答えが一つ分かったって思ったのがこれだったんですよ。相談窓口はあるけど解決窓口がない。
これは語弊があるのかもしれないんですけれども、少なくとも私のところにご相談をくださる皆さんは、自分なりにいろいろ調べて市役所に電話をして相談をしてってやってらっしゃるんだけど、どうにもこうにもどうしようもうまくいかなくて私のところに電話をくださるんですよ。それって機能してないってことですよね、その相談窓口が。もしちゃんと機能してたとしても、機能してると実感できないサービスになっちゃってるってことですよね、市民の皆さんにとって。でね、前に阿波明子さんというフランスの児童福祉の研究家さんで、南薩摩市のご出身で、私の一個上の先輩というか、たまたま知り合ったら一個上だったんですけど、がいらっしゃったんですけど、その方曰く、フランスと日本の児童福祉サービスはほとんど遜色ないんですって。でも何が違うかって言ったら、もうそこなんですって。利用者とか相談者にとって、その窓口で一箇所で全部受けて、そこからバーッとこの行政内部でそこをアレンジするのか、行政内部が、あ、それうちじゃないですねで弾いて、支援者がたどり着かないとサービスが受けられないなのか、多分ここの違いなんだと思うんですよ、阿波さんのお話を聞いててね。で、私はここの問題に取り組んでいかないといけないんじゃないかなって、まあ、ずっとっていうか、ですね、この半年ぐらい前に、私はこのいかに行政やいかに市民が相談しやすい、市民の、困りごとを解決できるように、サービスが活用できるようにする仕組みを作っていかなきゃいけないなっていうのを、今後の取り組みにしようって思ってるんですけれども、今日もその壁に今日もその壁が私の前に次第でございました。ちなみにですね、森本さんありがとうございます。DX とか以前の問題ですね。いや、もう本当だってさ、 DX って AI チャットボットにさ、マイナンバーカードの写し以外の答え出てこないんだよ疲れるぜみたいな感じありますよね。たくま応援団さん、衆院選で宮地さんと川内さんのインスタコラボライブ要望したいです。協力には県議の皆さんの力が必要です。本当にこんなこと言ったらあれですけど、たくま応援団さんと S さんと河合さん、本当同じようなことをおっしゃいますよね多分県議から言うより皆さんからの要望をした方が断然早いですよ。あ、小島さんこんばんは、ありがとうございます。ただいたらい回しにあって、話を聞くだけに終わるという時間の浪費になるだけ、結果行政が信頼できないのに、いや、もう本当これで、これね、すごい双方にとって不幸なことだと思うんですよ。だって行政の皆さん、すっごい一生懸命お仕事をなさっていて、で、なんでうちじゃないですねって言うかっていうと、別に仕事を増やしたくないとかっていう理由じゃなくて、多分自分の所管じゃないところを無責任なく答えを言ってしまって、間違いがあったら困るからっていう真面目な理由なんですよ。だからサボってるわけじゃないんですよ、行政の皆さんで。それをどうすればいいのかなってことをですね、本当真剣に取り組んでいきたいと思います。それはなんか、その何かの制度を作る云々よりも前の話で、本当にそれこそ森本さんがおっしゃってくださったように、それ以前の話、ここをしないといけない。で、また秋丸の話しますけど、秋丸先輩がですね、霧島市役所でそういう総合相談窓口を市役所内に作ってるんですよね。なんていう名前だったか、虹色だったかな。あれはですね、ぜひ行政の皆さんには見ていただきたいなというふうに思います。宮地さんの事務所が乗り気じゃないので、まずあそこの説得をだってさ、たくま応援団さん、
間違い恐怖症ね、これいわゆるリタゼロランキングの背景にもあります。リタゼロランキングの背景、リタゼロランキングって何ですか？リタ、ジリリタのリタでしょ？のゼロランキングの背景。同じこと言ってます？と S さん。だってほら、コラボしてください、配信のって、この間、河合さんも全く同じこと言ってたよ。で、それ言ってください、私から河内さんに、私から宮地さんにだったっけって言われたよ。宮地さんにツイキャスのやり方をぜひ、そうそう、宮地さん、ツイキャス自体ご存じなかったから。誰に話すんですか？衆院選が始まってもツイキャスしてくださいね。衆院選が始まったら宮地拓磨の情報も教えますので、川内さんの情報も教えていただけるの楽しみにしてます。承知いたしました。頑張ります。変顔できる人はめっちゃ信頼できるので大丈夫です。どういう信頼基準なんだろうか。相談受けっぱなしってこと？そう、森本さん、そうなんですよ。正直ね、そういうのすっごく多くって、例えばですね、女性の相談受け付ける窓口とかあって、そこに相談した方の話を聞いても、あと引きこもりの相談窓口もあって、そこに相談してる方からの相談の話を聞いても、すっごい寄り添ってくれると。で、すごい大変ですね、そうですよねって言ってくださるんだけど、何の解決策も提示してくださらないだって。で、それは権限がないからだと思うんですよ、やっぱり。で、あるいは解決策をちゃんと提示してるけれども、それを相談者が解決策と受け止められなかったのかもしれないけれども、私は基本的には権限がないからなんじゃないかなっていうのをお話を聞いてて思いました。結局、相談窓口で相談来て、もったいないかね、でもちょっと、それはちょっとどうにもできない、どこどこに電話されてみてはどうですかねとかって言って、相談を受けながら新たな相談先をそう、提案してもらえるみたいな。ああ、もう疲れるわ、言ってて。なので相談受けっぱなし。いつから宮地拓磨応援団さんツイキャスに来られてるんですか？わからないけど。事務所が NG なら、県議が OK ならすぐにでもできます。そうなの？そう？本当に？私は言いましたっけ？ごめん、S さん、わかんない。覚えてないけど、ごめんなさい。ちょっとこう、パッケージングした私が悪かったよ。申し訳ないです。ごめんなさい。選挙期間中だと、まず選対の許可もらっておいていただければ。と、困っている人を助けた、助けるべき、政府が助けるべきかのランキングの複数の調査で、先進国最下位という、そういう新書にもなった話。リタゼロランキング、リタゼロランキング、自分自身が助けなきゃって思うのが最優先ってこと？違うか、違うな。困っている人を助けるべきという意識自体が低いってこと？でもそれはある。なんかあれですね、森本さん、分かった。車椅子の人に大丈夫ですかとかってお声がけして、いや大丈夫ですみたいに冷たく言われて、それ以来お声がけするのが怖くなりましたっていうご意見がすごい多いのと一緒ですかね。なんか私、そのお話を聞いて、すごくこう皆さんセンシティブなんだなって思ったのと、まあでも、そういう人もいればそうじゃない人もいるし、私は気にせずにその次にも声をかけちゃうんだけど。そっか、間違い恐怖症ね。なるほどね。間違っちゃいけない意識を小学校から刷り込まれてるからですね。マイク納めの8時以降にコラボを毎日しましょう。よろしくお願いいたします。それはちょっと違うんじゃないか、たくま応援団さん。だってね、8時以降ってめちゃめちゃ忙しいからね。候補者本人も、事務所も、もう本当にもう8時以降が一番忙しい。なんなら日中ちょっと暇ですよ、選挙期間中って。
で、それはちょっと言い過ぎ、ごめん、それは嘘嘘だけど、あの選挙期間中一番忙しいのは間違いなく舞妓納め後です。人助けランキングですね。なるほど、ありがとうございます。なんだかんだ45分も喋っちゃった、すみません。あ、そう、でも今日のメインはこれで話し終わったからいいや。ありがとうございます。人助けランキングね、調べます。人助けランキング日本、そうなんだ。日本はずっと人助けランキングで低迷を続けてきたようです。日本人は冷たい、見知らぬ人を助けない。あ、冷たいんじゃなくて間違ったら怖いとかそういうことなんだな。なんかでもそれすごいちょっと納得できる感じですね、私。はい、確かに私たちも政策討論したいですよね。私たちとは誰を指すんだろう、政策討論。なるほど。そうそう、日中本人には休んでもらえるように段取りをしたりしますよね。日中も本人は休まないですけど、事務所は結構ゆったりしてたりしますよね、実は。はい、ということでですね、この問題が解決すると、日本のせっかくいろいろ税金を使って作られている制度がですね、制度はあるのにそれをちゃんと活用できてない、支援を受けられていない人が多すぎるんじゃないかというですね、まあ、これはデータが私の手元にあってそうだと言い切ることはできませんけれど、できませんけれども、まあ、感触として非常にそれを感じるので、ここについてですね、取り組んでいきたいなと今日改めて思った次第でございまして、ということで私はですね、徳田さん近々ですね、どこだっけ、ちょっと遠方に行ってくるね、市役所に付き合うから直接行く。昨日は松尾さんが演説していてよかったですと、健太郎さんありがとうございます。松尾さんは演説が上手ですからね、もうぜひぜひ皆さん松尾春代に注目をよろしくお願いいたします。はい、ということで皆様今日もお付き合いいただきありがとうございました。ちょっとこう怒りモードでですね、攻撃的なツイキャスになっている気がしますけれども、まあ、お許しくださいあ、でも今日宮地拓磨応援団さんのおかげで和みましたね、うん。こちらこそありがとうございます。小選挙区での候補者のコラボってどんなものになるかめっちゃ聞いてない。1回ぐらいはねあっても楽しそうと思いますけれども。森本さん、電車で席を譲る行為一つとっても逆に怒られる可能性を懸念する人は結構いますよね。そうなんですよ森本さん、本当にこれよく言われる、本当によく言われる。それはさ、人間だものって思うよね。なんだか、それはあれかもですね。でもさ、行為なんていうか、助けられることに対する生活保護のさ、受給に対するなんだっけ、ネガティブな気持ちがあるように、なんていうんですっけ、そういうの、ルサンチマンじゃなくて。ほら、なんかよく言うじゃないですか。それと同じで、その施しを受けることが、悪いことだみたいな意識が支援を求める側にもありますよね。なんだっけ、なんて言うんですか森本さん、それネガティブじゃなくて、ルサンチマンじゃなくて、バッシングじゃなくて、その生活保護を受けること自体になんかこう悪いイメージがあることよ。あれが多分、だからその支援を必要としてる側にものすごくその意識が染みついてるんじゃないかな。うん。ね。昼食の時にコラボも良いかも。ああ、なるほどですね。コラボもいいけど、討論会毎日っていうのありかも。こらこら、松島さんやめてくれ。爆笑ツイキャスでした。ありがとうございます。ということで、ちょっと言葉が出てこないけれども、とりあえず今日はこちらで終わろうと思います。明日はですね、明日は私はですね、私がツイキャスを再開できる、
きっかけとなったですね、鹿児島大学の先生に1時間だけお時間をいただきましたので、ちょっとお会いをしてまいります。はい、また元気にご報告ができればいいなと思いますので、皆様よろしくお願いいたします。通俗、道徳、列島食、そう、だからカタカナの何て言うんですけど、松島さんありがとうございます。ちょっと思い出せなかったまま終わります。ということで、皆様今日もお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。毎日ウトキャス、また今夜50分やった。